どんぐりの木を芽を出すんですか。うん、どんぐりを植えてるんですか。そうです。トトロみたいに種がから芽が出ますかね。はい。壊れたかな。本日の一本です、こちらですね、レスカフランスのクラウンパントというメガネです。流行ってます。こういったクラシック系が、今流行ってます、クラウンパント。はい、ゆっくりでいいよ。パパやばい。ゆっくり、ちょゆっくりゆっくり来な。大丈夫、あれ間に合わないから。東京はもういい9時です。パパ、はい、オッケー、ごめんね。育児と会社とエベレスト、この3つですね。OK、 ここ3年で、同時にやっていかないといけないですね。本当に時期を待ってたらいつまで経っても来ないんで。危ない、大丈夫。本当に進めていかないといけないと思ってます。どれも大変です。育児、会社、エベレスト、どれも大変。本当にどれも同じぐらい大変です。育児が一番大変なのかな、もしかすると。